はい、こんにちは、速稼塾の子です。まあ連日ですね、嫌なニュースがやっぱり飛び込んできますよね。あの例のコロスケってやつですか。怖いですね。で、今回ですね、富士フイルムさんが開発した、富士フイルムの子会社ですけども、そちらの開発したアビガンっていうのがね、効果があったよっていう連絡が、まあ、何件か入ってきています。これはもう以前からね、効果があるんでこれを使えば問題ないよっていうふうに白井教授でしたっけね、言われていたと思いますけども、どん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 使われているところで、例えばね、投与した方に対して翌日には改善が見られて回復に向かっているというニュースもね、やっぱ入ってきてますんで、まあ、一つアビガンというのはね、まあ、まだ臨床の段階ですけども、まあ、この今回のコロスケに対してはかなり効果があるということで注目されております。まあ、株価も上がってるみたいですね。私見てないですけども、そういうふうに聞いております。それからですね、今回アメリカの方でトランプ大統領が FDA の承認を取るよって言われてたね、このシカゴ大学での臨床だったかな、もうかなり、製薬ルートにも載ってるみたいなんですけども、詳しくはあの動画概要欄に動画をねつけておきますので、そちらの方をご覧いただきたいんですけども、レムデジベルっていうね、そういったものがあるそうです。こちらはトランプ大統領が大いに、期待してるということで、まあ、すぐ多分ね治療薬として出されるんじゃないですかね。こういうのは早いですから、まあ、ということで今回のニュースはアビガンっていうのが、まあ、相変わらず人気だよってことと、レムデジベルってね、こういう新しいちょっと言い慣れない言葉の新薬がありますけども、こちらの方が今回のコロスケ騒動に終止符を打つんではないかなということで、かなり期待されております。ぜひね、動画概要欄からそのニュース映像をご覧ください。かなりね、私たちの恐怖を取り除いてくれるんではないかなと思いますけども、いかがでしょうか。